こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。ジャニーズの性加害問題で被害に遭ったと勇気ある告白をした服部吉次さんは現在78歳の俳優兼作曲家です。服部吉次さんがどのようにして性被害に遭ったのかや、どのような気持ちで過ごしてきたのかなど気になるところですよね。そんな服部さんの父親は国民栄誉賞を受けた有名な作曲家の服部良一さんなのです。彼は本名を服部良次といい、1944年に東京都で生まれました。もともとは音楽大学で歌を学んでいたのですが、途中で演劇の道へ進むことを決め、1970年代にアングラ演劇と呼ばれる劇団に参加し、脚本やセットに頼らずに役者の体だけで舞台を作り上げる不条理で非日常的なお芝居を演じています。アングラ演劇とはアンダーグラウンドの略で、脚本やセットに頼らず役者の体のみで芝居を作り上げる不条理非日常的な内容の前衛的なお芝居のことで、当時有名だったのは寺山修司の天井桟敷、藤十郎の紅テント、佐藤真の黒テント。その中でも佐藤真さんが主催する黒テントという劇団に所属していた服部さん、現在も劇団黒テントに所属しており、俳優として活動し、また音楽活動も行っていて、HAT バンドというグループでも活動しています。そして服部さんは結婚されていて、ご家族には奥さんで女優の石井邦子さん、バレエダンサー兼振付師の服部祐吉さんという息子さんがいます。息子さんは幼少期からバレエを始め、14歳の時にドイツのバレエ学校に留学し、その後カナダのアルバータバレエ団で活躍。服部吉次さんの父親である服部良一さんは、戦前から戦後にかけて活躍した作曲家であり、昭和ポップスの立役者として知られています。彼の代表作には「東京ブギウギ」や「青い山脈」「銀座カンカン娘」「別れのブルース」などがあり、一家全員が音楽や演劇の道に進んでいるのです。ちなみにひ孫にはバイオリニストの服部萌音さんもいます。そんな服部吉次さんですが、最近ジャニ北川氏の性被害に遭ったと告発しており、父親の服部良一さんとジャニー喜多川氏が友人だったことで面識があったのだとか。当時の服部吉次さんは8歳の小学2年生で、何があったのかわからなかったそうですが、70年前から始まっていたジャニー喜多川氏の性加害は恐るべき犯罪ですよね。服部吉次さんは少年隊の舞台を手伝っていたことがあるそうで、そこでメンバーの錦織一生さんと東山紀之さんの衝撃的な発言を聞いたとのこと。8歳の時にジャニ喜多川氏の性加害の被害者となってしまった服部吉次さんは、2023年7月15日に友人の山崎さんと共に記者会見を行いました。その記者会見でどのような性被害に遭ったのかを冷静に説明する姿がとても印象的だったのです。その一方、記者とのやり取りの中で少年隊が出てきました。服部吉次さんは結婚して子供が生まれた時、兄に頼まれてジャニーズの仕事を引き受けており、それが少年隊の舞台の手伝い。1ヶ月以上毎日一緒に仕事をしたり、夜はお酒を飲んだりしたそうなのですが、そこで聞いた錦織一生さんと東山紀之さんの発言に衝撃を受けたといいます。結婚後、兄の服部克久の指示で少年隊の公演を手伝った慰労会で、錦織一生が酔うと、俺ジャニーさんがいないと寝られないよ、言い、東山紀之は攻撃的で、お前をチンチン触らせろよ、というような乱れた発言が日常的な現場だった。また、服部吉次さんが少年隊について話していたことがあります。少年隊の錦がね、だんだん親しくなってくるとね、軽口を叩くようになってくるんですよね。みんなで日中に慰労会みたいなのがあるんです。それで酒飲んで話をしていると、俺ジャニーさんいないと寝られないよな、とか言うわけですよ。こういう冗談というものが普通にまかり通っちゃうんです。東についても僕は気がついたことがある。彼は非常に攻撃的な性格なんですね。後輩に対してすごく厳しいし、これは何で読んだんだろう、何で聞いたのかな。お前をチンチン触らせろよ、というような普通に女性もいるんですよ。ジャニーの合宿所でこのような冗談が普通にまかり通っている。1ヶ月くらい一緒に稽古をしてる時にね、
ジャニーズ事務所ってところは、先輩たちはホモだとそうでもなきゃ生きていけないよと言い訳するかもしれないけれど、それはジャニーが作った環境でしょう。このような数々の証言から、それだけジャニー、喜多川氏の性加害は日常的に広範囲で行われており、誰もが知っていたということですよね。性加害の問題は冗談にすべきではないという状況に置かれていたかもしれませんが、その中で東山紀之さんが新社長に就任することに対して疑問の声が上がっているのです。ジャニー喜多川氏は服部吉次さんにも関心を持っていたと言われており、それがジャニー喜多川氏と服部吉次さんの父親が仕事仲間であり親しい関係だったことに関係します。ジャニー喜多川氏は頻繁に服部家を訪れ、服部吉次さんにいたずらをして遊んでいたとのことで、成人して結婚し子供ができても、ジャニー喜多川氏は服部家のイベントに親族のように参加していたそうです。その時12歳の服部吉次さんの息子にも関心を持っていたとの証言があります。母親が危険を感じて一緒についていたために事なきを得たようですが、ジャニーさんは一人で遊びに誘っていたようですからね。おそらくジャニーさんの奇妙な触れ方に違和感を感じていたのでしょう。服部吉次さんもこの記者会見で危惧することも表明していました。ジャニー喜多川氏の行動は多くの少年たちに深刻な精神的な苦痛をもたらしたと述べており、性加害を見逃すことはこれからも同じような問題が起こり蔓延する可能性があるとも言います。芸能界での性的虐待の問題は今後も増える可能性があるとのことで、具体的にはジャニー喜多川氏に被害を受けた少年たちが成人後同じような行動をとる可能性があるということになるのです。虐待を受けた子どもが自身の子どもに虐待をする確率が高いという事実があり、同様に性的虐待を受けた子どもも性的虐待をする可能性が捨てきれないと言われていますからね。これほどまでに深刻な問題であることは間違いありません。もし被害者が真剣にジャニーズ事務所を訴えれば、相手側も対抗措置を取る可能性があるでしょう。これまで服部吉次さんが心配していたことでもあるのですが、やはり訴えること自体が難しい状況だったと考えられます。現在78歳の服部吉次さんが被害者として名乗り出たことにはとても大きな意味がありますよね。 BBC 放送がジャニー喜多川氏の問題を特集し、岡本か右腕さんが記者会見を開いたことで、これまで秘密にされていた問題が明るみに出ました。ジャニー喜多川氏の性被害の最年長被害者としてジャニーズ事務所に明確な立場を示すために立ち上がったといえます。服部吉次さんはジャニーズ事務所に所属していた時に性被害を受けたと主張しており、ジャニーズ事務所の前社長であるジャニー喜多川氏からの被害を訴え、2023年9月4日に会見を行っています。その会見ではジャニーズ事務所の名称や悪質な誹謗中傷についても言及されました。ジャニーズ事務所にかつて所属していた有志たちによってこの問題を取り上げるための団体が2023年6月26日に創設されています。会見には代表の平本敦也さん、副代表の石丸志門さん、メンバーの弁護士である杉山和也弁護士、そして俳優の服部吉次さんが協力者として参加しました。服部吉次さんはジャニーズ事務所に所属していた時に被害を受けたと告白し、この問題に協力する意思を示しています。ジャニーズ事務所の性加害問題については、被害を受けた人々がいつでもどの場所でも訴えることができるとされており、この問題を公表することは大きな進展ですよね。そして被害者たちの声を聞くために重要な一歩となりました。会見の冒頭で当事者の会はジャニーズ事務所に対して被害者との対話や救済を要求しました。また近々国内での刑事告発や海外での訴訟を行う意向を示しています。服部吉次さんは再度次のように述べています。なぜ8歳の時にきちんと家族に昨夜の出来事を伝えなかったのか、自分は嫌だったのにと強く言わなかったのか、大人たちにいさめられてもそれはおかしいと思いませんか。翌朝性加害れたことを姉に打ち明けると、やめなさい、そんな話汚らしい、聞きたくないと言われ、それで沈黙してしまった。姉が聞いてくれないなら父や母に話すべきだったかもしれません。そうすれば何も起こらなかったかもしれません。
ジャニーズ事務所も何もなかったかもしれません。だから沈黙することがどれほど恐ろしいことか。今回は服部良司さんによるジャニ喜多川氏による性加害の実態についてでしたが、当事者の会のメンバーが受けるバッシングや中傷について尋ねられると、石丸志門さんは法的手段を取れる準備が整っている、会のメンバーがそういったものに遭遇しないよう指導しています、悪質なものについては私が個人情報保護士として削除を要請します、削除要請に応じない場合は杉山弁護士を通じて情報開示請求をする、など具体的な方策を語りました。ジャニーズ事務所の名称変更については、客観的に見てジャニーズ事務所という名称を継続することは困難だと思いますと回答しましたが、当事者の会として名称を変える意向はないようで、それはジャニーズ事務所が決めることだと考えているとのこと。ジャニーズ事務所がこのままの形で存続し、アイドルを使い続け、社名も変えずに大犯罪を犯した会社が何もしないということは考えられません。まだまだ明らかにならない真実があるでしょうし、すべての問題に対して適切な対応が行われるまでには時間がかかるでしょう。これからもこの件についてしっかりと注目していきたいと思います。いかがでしたか？最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を見て思ったこと、感じたことなど、思ったままの本音をコメント欄に書き込んでくださいね。それではまた次回お会いしましょう。